最大の激戦なのに戦闘開始から4時間ほどで大勢が決した戦いについてのみんなの反応集。ではどうぞ。アバオアクー、モデルにしたんかな？どんな採掘したらこんな形になったんだろ。くぼみにアクシズぶつけようぜ。上下をパキッと割りたい気持ちはわかる。もともと2つの小惑星くっつけたんだっけ。やっぱり接合部が弱かったのか。これにアクシズぶつけてゼータ翼ダブルゼータでアクシズの中身無事だったな。頑丈だったから地球に落とそうって気になったんだろう。ゼータの終盤でファがアクシズの中に入った時は街完全に廃墟になってたよね。ダブルゼータだとめっちゃ栄えてる。あれはぶつける前に切り離して後で回収され再接続された居住区画のモーサの街だろ。初代最後にかなり爆発してたが、よく再建したなゼータで。すでに工事済みの区画が破損しただけならちょっと修理するだけで済むよ。結局ギレンの秘策ってこれ爆破して連邦艦隊巻き込むことだったの？そうだれー。実際それで敵の総大将撃ち取ったし、ギレンがちゃんと指揮を取れてれば持ちこたえられそうだったんだよな。敗北はキシリアの探与のせいになってるけど、モビルスーツの優位覆されてアバオアクーまで踏み込まれた時点で、ジオンは無理でしょ。連邦もカツカツだったんだわ。あそこで負けたらしばらく戦えない程度には。ソーラレイの被害が集結艦隊の 30% だろ。軍隊ってのは2割の喪失でも、全滅と言われるのに3割とか、主力艦隊とレビル将軍死亡しても、残存戦力集めて決戦仕掛けた上層部の弾力勝ちよ。それで進行戦力の8割やられてるから、終戦協定間に合わなかったら無能どころじゃない。仮に負けてもジオンも地上再進行無理だから、宇宙はくれてやれくらいの感覚だったんだろう。連邦カツカツと言ってもじゃあ、ジオンがあれから反抗できたかといえば無理だろうしな。そもそも人口比が違いすぎて、連邦の人口が半減したとしてもジオンとは比べ物にならない。アバオアクー落とせなかったら連邦も、戦力は残ってたとしてももう続ける気力は残ってなかったんじゃないかな。ノリノリだったレビルやジアンも死んじゃったし。月のグラナダ基地にどれぐらい残ってたかだな。昔読んだ本でムサイとかチベが20隻程度だったかな。どこかの神話の竜の名前が元ネタだったっけ。みんな大好き中二病の友、幻獣辞典に出てくるやつ。宇宙妖怪、青バク。ゼータで崩壊した後特にどうなったかは設定ないんだよね。初日で一年戦争の頃の跡地には行ってたね。一年戦争最後にして最大の激戦なのに、戦闘開始からたった4時間ほどで大勢が決した戦い。ソロモンも開始15分ソーラシステムで勝敗決していた。NESW 各フィールドで防衛してた設定って初代からあったっけ？俺はイブルーで初めて聞いた。劇中で普通に言ってるよ。コンツベのガンチャンでやってるから見てくるといい。こいつらホイホイ要塞ぶつけすぎだろ。アムロのいないところで、ビブロス機にブラウブロ3機もいる戦域。ザクネロや宇宙用土台もいるんだぜ。地上とは射程が桁違いの宇宙で、要塞防衛ってどうやったらいいんだろうな。しかも全周カバーしないといけないし。ここに無理があったような。確かどこかのフィールドは防衛捨ててたよね。連邦は両極方向から攻めた方が良かったのでは。グラナダの援軍来る可能性ある状態でやったらカッコ撃破されるだけでは、アバオアクーが落ちても、本国とグラナダの戦力がまだ残ってるので連邦はここ落とせないともう一年戦争する羽目になる。本国とグラナダ合わせても残ってるの。ほとんど無災で50隻もないしモビルスーツも300機かそこらだぞ。諸説あります。連邦の方が被害多いのね。戦いは数、一般的に攻める方が被害多くなるから。戦争において要塞が現役だった頃は、攻める側は守る側の3倍の兵力が必要というのが定説だったそうな。危機的なとこでも、守りきった側よりも攻めきれなかった側の方がきついので、連邦の空気が一気に停戦に傾いたんじゃないかと。連邦は戦艦をいちいち打ち上げなきゃならんのが痛すぎる。
ここに参戦したガンダムって今何機なんだろ。ソーラレイでアムロが全滅じゃないけどって言ってたから勝ち目が遠のくくらいには削られてたと思う。連邦が主力がやられようが予備戦力もちゃんと運用できてたってだけだよな。サイド3周辺って結構密だな。ラグランジュ的に仕方ない。なんで途中からセダンの門って言い出したんだろ。ソロモン、コンペイトーに比べやまだマシなネーミングだろ。連邦が乗っ取ったから名前を変えた。ソロモンはコンペイトーに、アバワクーはセダンの門に。ソロモンからコンペイトーはひどい。スタメも DVD は英語音声版あるからそれだとコンペイアイランドだった。コンペイトーと名付けたのは間違いなく日系人。何かのゲームではソーラレイでレビル狙わなかったら敵戦力の5割削れた。レビル狙ったら3割削れる。レビルとデギンを葬らないと和平されてしまうのが困りもの。自分ユニット指揮低下だから演説で取り返せる。疑問なんだがミノフスキー勇士があるのにレビルの艦隊に正確にソーラレイを直撃させたのはやっぱりグレートデギンがある種のビーコンになってたってことなんだろうか。常に散布してるわけじゃないよ。そもそも講話に行ってるのにレーダー乱したら戦闘意志ありと受け止められちゃう。親殺しやっても妹に殺されるという悪意味積んでるギレン。大きさはどのくらいなのだろう。確かルナ2が一番大きいらしいのだが、アバワクーは高さだと30から45キロメートルぐらいと言われてる。ソーラレイがレビル艦隊に直撃して結構戦力を削ったはずなのにアバワクーを守れんかったってことは、ジオンはガチで戦力はカツカツで、キシリア云々関係なしに積んでたのかね。ザビ家の首脳陣が勢揃いして全員死んだのが一番ヤバかった。ソーラレイは終わる間際のアニメだから出せた。完全に最終兵器なんだよね。こんなもんが作れるならもうこれを宇宙で戦争なんか成立しない。700隻の艦隊を一発で潰せるんだよ。ルナニみたいな要塞だって危ない。設定的弱点は1週間に1発しか撃てないことだが、それも時間があれば数機も建造すれば済む話。敵ヶ原の戦いも4時間くらいでケリがついてるし、一旦戦局が傾いたらどうにもならない。ギレンを暗殺したキシリアは暴虐化で大軍を率いる才能が感じられるような描写はなかったし、宇宙世紀の最終決戦、打ち下場で自滅する組織が多すぎだろう。アムロが嘘で気休め言わなきゃいけないくらいには甚大な被害だった。圧倒的な戦力差で勝った連邦ってイメージだけど、青爆戦だとそんなこともないんだよな。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。